よいしょ。はい、さ、今日は、3円行ったら、半額のものがいっぱいあったんで、全部買ってきました。その店だった半額のもの。それで、飯、もう何食分もあるので、今日で全部調理ついて、もうチンしたら食えるみたいな、温めなしたら食えるっていう状況まで持っていけたらいいなと思っております。とりあえず、見せましょうか。何買ってきたか。いっぱいいっぱいですよ。野菜から、野菜から、麺から、っていう感じでしょ。あと、これをどう取ってたかしたら、もつ鍋で美味しそうなのがあったんで、これにしとこうかなと思いました。混ぜて、炒めるだけ、炒めるっていうか、やるだけ。あとは、自分のやつ。こういった、ヨーグルトと、牛乳。牛乳は、あれですね、グラノーラ用のやつ買ったんで。っていう感じ。この辺、どんぐらいあるかな、4食、5食ぐらいあると思うんで、今週はいけるだろうっていう感じですね。これを調理していきます。調理って言うもんじゃないけど、温めるだけ、基本的には。っていう感じでやっていきたいと思います。肉が半額だったんで、買ってみました。で、これはサンマの刺身ですね。今時期、まあ、秋といえばサンマって、サンマの刺身珍しいかもしれないんで、前食って美味しかった気がしたんで、買ってみましたね。つまみです。で、あとは、同時進行でちょっとね、スーパードライを飲まなきゃいけないんで、飲みながら調理したいと思いますね。一体、銀色のやつ、乾杯したいと思います。他の曲で使いたいんですよね、缶を。だから今飲んでるんですけど。24缶、1缶、1ケース飲まなきゃいけないんで、ちょっとね、時間かかるね、これ。ほい。あ、ばっちり。いただきまーす。ああ、うまっ。ちょっとサンマもあんで、サンマも食べながら。今日めっちゃ自由な感じだけど。やりたいと思います。はい、まずは最強のチキンを焼こうかなと思いますね。これって油必要かな。一応油を入れといて温めて焼きます。すごいっすよね、今のスーパーって。ほぼほぼもう何の調理もいらないって感じのものが多い。混ぜるだけとか、こっち系が多いんだね。味付け、お肉、簡単&時短、最強。この最強じゃなくて、惣菜が一番最強なんですけど、やっぱり半額の惣菜が。だけど惣菜はね、日によるんだよね、場所と日に。だからこういう、もう焼いたらすぐ食べれますよってやつが、まあ、安定感的にはいいよね。東大半額はね、ギャンブルなんだよね。だけどこういうのはあるから、どこにでも。行きましょうか。全部ドバッと焼いとこう。半額だからね、日持ちはしないんで、焼いとけば、まあ、チンして食えるかなって思います、ね。だから火だけは通しとく、先に。その間、刺身を。わさびはついてるんで、これを酒のつまみにしようって感じで。今日11月30日で、11月最後ですね。あと一月しかないです、今年。ああ。サンマ。サンマの刺身でございます。季節的にバッチリじゃないでしょうか。はい、いただきます。うん、うまい。刺身あんま変わらないですけど、食ったら食ったらうまいですよね。妻と一緒に。うん、わさび。うん。これ食ったら飯いらんかもしれないな。うん、うまい。どう
でしょうか。あ、いい感じじゃない？まだあるわね。で、これを焼いていこう。コチュジャン。作り方が、本品と野菜を入れて火にかけてくださいなんで、超簡単ですね。こういう液体なんだね。なるほど。この中にもうモツが入ってるっていう、です。野菜もね、もう全部切られてるという。最強だよね。何も料理するっていう話じゃないんだよ。全部出来上がってる。あったんだけど、なんかね。で、野菜はどうしようかな。こっち側行こうか。もやし、もやし半額。これぶち込んで、こんだけで2日分あるでしょ。最高っすね、これ。飯作りながら飯を食うって。これはこの鍋に入れて冷ましましょう。これはご飯に乗っけて温めて食ったらうまいでしょう。そんだけで。お試し最強チキン食べてみます。みりんとかかな、カラメル状になってて美味しい、甘くて。 OK、 これはあとは余熱で火が通ると思うので、一旦はけといてまた作りましょうか。同じように味噌、同じシリーズですね。味噌なんで色が肌色です。でも結構ゴロゴロ入ってますね。一つぐらいのプラスサーブ入れましょう。 OK、 野菜を食べよう。半額の野菜たちを入れて、ちょっと鍋がちっちゃいね、けどいけるでしょ多分。野菜の収縮力を信じます。こっちは舞茸が入ってる、きのこも入ってるんで出汁もだいぶ出るかと思いますね。雪国舞茸って言います。やっぱりそうね、半額のもんさ、廃棄でしょうね。日本の闇だよね、ほんと。その廃棄処分が多いっていうのは、消費期限がね、厳しすぎるってよく言って言われてますけど、どうなんでしょうね。すげえな、これ。二郎ラーメンって感じじゃない？この盛り方は。たまたま三栄で半額見つけたんで、もうちょうどいいかなと思って。で、飯もね、結構僕冷凍食品から食堂行くんで、もったいないですよね、お金も。もったいないんだけど、時間を費やすっていう感じじゃないんだよね、あんまり。料理に対して料理しちゃったらさ、しちゃったら3時間ぐらいかかるでしょ、スタートから切ったりして食べるまで結構時間かかるからね。後回しになりがちだよね、どうしても。うまそうじゃん、これ。これがもつ。具はニラ、キャベツ、もやし、人参、シンプルな野菜ミックスもつ鍋。うまそうだね。あんた、ニラも入ってるんですね。なんかね、袋にはニラとキャベツだけ入れてくださいって書かれてたんだけど、まあ多分何でも合うと思う、野菜だったら。
そろそろ良さそうなんで、残す分は取ります。今日食べる分だけ鍋に残して、あの、そば入れたいと思いますね。で、ちょっとまあ、もつ鍋そばみたいな、もつ鍋野菜そばかみたいな感じで、今日はそれ夕食にしたいと思いますね。この夜なばるそば半分ぐらい食えるかな。で、もう一回再沸騰さすれば食えるでしょう、おそらく。お、いい感じです。ちょっと野菜増やそうか。野菜を増して、 OK、 完成。はい、ではもう一杯お待ちいただいて、これ飲み進めないといけないんだね、これ。1日2半、2缶ケース、あ、2ケースずついけば、2缶ずついけば、1ケースはまあ2週間で終わる計算なんで、日本は飲みたいかなと思います。毎日きついね、毎日飲んだことないからな。いただきます。うまいけどね。ではもつ鍋そばいただきましょう。いただきます。うまいでしょうね、普通に出来合いのもんなんで。麺茹ですぎだけど汁吸ってうまいですね。うん、噛めば噛むほど味が、冬って感じですね。なんかね、こう鍋っぽいものを食うと冬だなーって感じ。沖縄もね、今19度で寒くなってきましたね。半袖じゃきついぐらいの寒さになってきました。ごちそうさんです。半額いいっすね。またどっかのスーパー行ってやろうかな。うん、あったらまた一杯半額のやつを買って仕込んで夕食昼食にしたいと思います。では